日本文化が世界を救う。一般社団法人日本芸術文化戦略機構 JAXO 代表理事の松本和美でございます。本日は5月16日17日に JAXO TV にてライブ配信させていただきます特別スペシャルな、配信についての告知をさせていただきます。本日は関西国際空港、大阪国際空港、神戸空港の運営をされております関西エアポート、株式会社山谷社長の、素敵な関西空港の、社長室に、お邪魔しております。関西空港の方も、非常に賑わいを取り戻している様子で、これからのいろいろなこと、楽しみにいたしております。それでは山谷社長、よろしくお願いいたします。はい、関西エアポート社長の山谷です。皆さんこんにちは。松本さん、今日は私の社長室にですね来ていただきまして本当にありがとうございます。心より歓迎いたします。ご紹介の通りですね、関西国際空港と大阪国際空港、そして、神戸空港の運営をしております。どうぞよろしくお願いいたします。こちらこそ本当に光栄でございます。それでは今回、ライブ配信ですけれども、コロナ禍で延期になっておりました、第18回 ACI アジア太平洋地域総会の、オープニングセレモニー、そして、17日のレセプションパーティー、ガラディナーでの、舞台のライブ配信になります。こちらの方を、舞台の方ですけれども、プロデュースと企画を JAXO がさせていただいておりますので、今回 JAXO TV の方で全世界の皆様に、見ていただこうということで、ご出席の、スペシャルな皆様だけが生でご覧になれる舞台の方を、全世界の皆様に英語のテロップを入れまして、配信をご覧いただくという企画になっております。それでは、山谷社長の方に少しお伺いしたいんですけれども、一般の方が今 ACI アジア太平洋地域総会とお聞きになりましてもピンと来ないと思うんですけれども、そちらの方を少しご説明いただけますでしょうか。はい、かりました。よろしくお願いいたします。はい、ACI っていうのは日本語に訳しますとですね、国際空港評議会といいまして、世界中にたくさんの空港があるんですけど、多くの空港がこの評議会に参加しております。そして世界では多分数千の空港になると思いますので、これだとちょっとね大きすぎるということで、エリアを分けてるわけですよね。私たち、関西エアポートが参加してますのはこの国際空港評議会 ACI のアジア、そしてパシフィックというふうな地域になります。そしてACI というのは、それぞれの空港がですね、いろんな課題を持つわけですけれども、共通した課題をですね、できるだけ、連携してですね、解決していこうと、そのようなことを目的として設立された集団です。コロナの時にはコロナからどのように脱却できるんだろうかと、早く脱却した国があればね、少し時間がかかっている国に対してアドバイスを送ったり、あるいは最近のことですと環境問題をですね共に考えたりと、このようなことをしているわけですが、年に1回総会がありまして、アジアパシフィック地域の総会をですね、この度は神戸空港のある神戸市でやらせていただくというふうなことになりました。はい、ありがとうございます。アジア太平洋地域っていうのは大体どのあたりの地域になられるんでしょうか。素晴らしいご質問だと思います。アジアっていうとやはり私たち日本、そして東南アジアぐらいまでがアジアっていうふうなイメージがあるんですけれども、 ACI のアジアパシフィックはですね、中東からですね、私たち、そしてオーストラリア、ニュージーランド、あるいは太平洋に島国がありますけれども、そういったものを含めての地域になりますので、大変広範に広がっております。本当に広い地域なんですね。それぞれの特質も違う国々の、では協議会の総会ということで、舞台の方も先ほど言いましたけれども、英語のテロップを入れまして、先ほどおっしゃられました環境問題にも配慮してということで、ペーパーレスで
当日ライブ配信を皆様もスマートフォンでご覧いただくという企画になっております。それでは、当日の、演目のご案内をさせていただきたいんですけれども、16日17日の演目ですけれども、16日のオープニングセレモニーでは、指定役宝生流辰巳万次郎が、高砂を舞いまして、そして人間国宝梅若、先生が、地歌いをされます。とてもスペシャルな他流の、取り組みになっておりますので、大変楽しみだと思います。そして17日のガラディナーの、舞台でございますが、なんとサンバ奏では、一番、1300年の間一番、数を多く待ってらっしゃいます、野村萬斎さんが務めていただきまして、なんと、小包は16代宗家、大倉源次郎先生が、務めていただくような舞台になっております。そしてその後旅の楽しさを、皆さんにお伝えしたいということで、浄瑠璃新内の人間国宝駿河若狭之丞先生が、やじきたを演じてくださいます。そしてその当日皆さんに分かりやすいようにということで、車人形も、ご一緒させていただいて、舞台を務めていただきます。そして最後のクロージングのところですけれども、和太鼓の、グループ茶道の鼓動の、メンバーが、雨のうずめを、テーマにしていただきます。こちらの方の詳しいことはこちらの概要欄の方にご案内いたしますので、皆さんご覧くださいますようによろしくお願いいたします。それでは、皆様5月16日17日、大変楽しみにジャクソ TV でお待ちいたしております。本日は本当に山井社長ありがとうございました。どうもありがとうございます。私も大変楽しみにしております。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。皆様それでは失礼いたします。ありがとうございます。